なんていうかこうやっぱり似顔セラピー大切にしてるのは結構ねなかなか難しい状況の患者さんだったりいっぱいいらっしゃるんですけど、その暗い状況をそのままこう映し出すんではなくて、やはりちょっとユーモアを入れるようにしてます。男性の方かなり若くなってますよね。あ、こっちですか。はい、あ、そうです。こっちそうですね。かなり若くなってしまいましたね。まあイケメン風に書いてます、ね、そう奥さんがイケメンだったっていう話を。結構はいカラオケを歌う時はっていうこういろんな旦那様がこうジェントルマンなんかいろいろカラオケを歌ったりとかするのがすごいされてたっていうことで、まあ、それがすごい奥様がかっこいいのっていう話はあって、まあ、本当にもう何年前なんだっていうあれですけど、そういう歌ってかっこいいところをこう描いてますね。ヨースタープレゼンツクリエイティブトレイン。クリエイティブトレインへようこそ。ナビゲーターの砂狼白子。今日は前回に引き続きこの人の後編を見ていこうかな。この番組のテーマ「あなたのインストールを教えて」。歩きながら景色を見ることです。まあ、イラストレーションだったり病院のアートを作る時もですね、こう想像するというかイメージをこうする時に、まあ、家の中にずっとテーブルの上にこう座るというよりはアイデア出す時は結構こう歩いたりとかですね、自分のこう景色をこう歩きながら変えたりとかしながら結構メモしたりとかですね、イメージをこう膨らますことも多いので、結構こう歩いて特に景色見ることは大切にしています。人物は見ちゃいますよね。なんでやっぱりそういう景色で行ったり企業の、まあ、病院でも仕事行ったらその街もいいんですけど、その街の人の話を聞けるのが似顔絵の一番のこう特徴というか、旅行行って20分もですね普通の似顔絵でもこういろんなこう街の歴史だったりとかその方のこう人生というかこう苦労話とかですね、いや実はこれがこうでとかですね、こういうのを聞けるのが結構似顔絵の財産いいところというかですね、まあ街の雰囲気文化プラスその人のその土地柄の人柄のこう雰囲気とかですね、行くともう全然違うというか360度動くとまた変わりますし、角度が空気感からやはりそこに行くっていうのは一番情報量が多いと思うんで、だから結構渡り鳥のように私は全国また海外もねコロナ収まったら行ってですね、そしてその後つなぎたいっていう、僕テーマ結構つなぐっていう、似顔絵セラピーもその本人の過去の記憶とつないでるんですよ。だからそこがこう似顔絵が一番結構できるポイントなのかなと。だからこう素敵な活動をやってる福岡の人がいて、医療関係でも医療に関わりたいと思ってるこう、まあ、別のね領域の方がいてもそういうのをこうつなぎできたりとかもできるので、なんかこうつなぐっていうのは結構僕のテーマですね。病院の空間でしたらホスピタルアートでしたらこう、なんていうか患者さんってどうしてもこう入院して社会と離れたりとかつながりがなくなるので、そこをこうつながるように地域の方が来るようにできますので、一緒にペイントするとかなんでこう移動しながらいろんなアイデア、そして人もつながるので、その後自分だけじゃなくて関わった方々もつながってもらったら嬉しいなと思いながらやってます。なるほど、納得できるインストール、もう少し詳しく聞かせてほしい。クリエイティブトレインチャンネル登録よろしく。こう似顔絵の可能性というか要は感じていてですね、ただ、まあ、知らないといけないので、まあ、似顔絵の会社にまず日本一その時大きかったですね、パイオニアっていうかですね、結構いらっしゃるメンバーのところの会社に所属させていただいて、まず業界知らないといけないので卒業してからそのまま入ってですね、でただなんていうか普通に似顔絵を描いてるだけでは新しい活動になりませんので、土日とかはですね芸祭とかですね、村上隆さんの芸祭とかなんか若い方が出るデザインフェスタですか、ああいうのにもこう出展してこう似顔絵をこう大きいキャンバスに描いて描いてるとこ見せながらなんか新しいアートですよというかコミュニケーションというかそういうの描いてるとこを逆に見せるパフォーマンスにしてみたりとか、何かしらこう形を変えて何かこう人の感情だったりできないかって表現したんですけど、でもなかなかやはり変わらない、やっぱり似顔絵じゃないかっていうことで、たまたまその地元の広島のデザイン事務所に挨拶にこう書いた時にですね、別件でたまたまその稲田恵子先生っていう方が病院のこうホスピタルアートのこう色を決めたりですね、カラーセラピーかな、色彩セラピー的な病院で展開されてる方が中四国にいらっしゃいまして、別件で来られてて、ちょっと見てもらったらいいんじゃないかっていうことで、ちょっとこういう作品をですね見ていただいたら、まあ、本当に写真のこうモデルの方が笑ってると。で実はその16年前ぐらいなんですが、こう笑いが健康になるというかね、そういうナチュラルキラー細胞だったと思うんですけど、それがこう活性化していいんだみたいな、落語家さんがこう病院でやってたりとか、そういうのがちょうど広がってきている時だったので、こう似顔絵がこう心のケアで病院でっていうのは面白いんじゃないかということで、そういうきっかけを実はいただいてですね、そこで病院を紹介していただいて、県立広島病院というところですね、似顔絵セラピーがスタートするっていうのが、私もそんなになんていうかこうすごい緩和ケア病棟っていきなり始まる状況で重たいね状況なんですけど、まあその時も24歳ぐらいで、まあこういいことというかですね、すごくその患者さんの企業だったらこう書いてほしいという方が来ると思うんですけど、落ちてる状態の方を似顔絵でちょっと心上げるっていうのは新しい領域ですし、これはすごくいいんじゃないかと思ってですね、ちょっと突き進むというか、入っていったというか、こう病院でアートの活動をする方って旦那さんが亡くなられたりとか、いろんな不幸があって、それを結構患者会の方とかやりたいっていう方からスタートして多いんですよね。そんな中、僕はもう本当に横島まではいけませんけど、似顔絵のこうコミュニケーションの可能性っていうところから来てるんで、ちょっとスタートが違うんですね、他の方と。だからこれはやはり入ってからいろんなことになっていくっていうかですね、いろんなこう僕も経験していろいろ調整していくことになったんですけど、スタートは本当にすごいいい人っていうよりは可能性っていうところでスタートしてるっていうのがありますし、でも似顔絵セラピーよしスタートっていう時に、やっぱこれは自分で生み出しましたし、いろんな方の協力でやはりこう自分で積み上げていきたいっていうのもあったので、もうその時にもう今所属していた会社のね、似顔絵の方にはご挨拶して辞めるというかですね、フリーランスにすぐなったんですね。そこからですね、半年ぐらいで。なので準備期間が結構短かったっていうのもあって、もうほぼ仕事が結構少ない状況で辞めてるというかですね、あるので、似顔絵セラピーってやはりなかなか仕事はいきなりねないというか、逆に何なんですかっていう、その似顔絵でなんで病院でっていう逆に疑問されるね状況ですから、似顔絵アーティストの活動はですね、特に自身が作りました似顔絵セラピーっていうのがありまして、病院の世界ですね、主に。で患者さんの、心のケアの一環として似顔絵を描いて、本当に医療チームと一緒に心のケアを行っている活動が主になります。癒せますってね、本当にちょっとおかしなね発言なんですけど、癒せるというよりはその方の人生の中に答えがあるので、その人生をこういろんなその方のこう語りたい話というか、そういうのをこうお話聞かせていただいて、似顔絵だけではなくて、その方のこう人生や好きなことをこう背景にこう描くことによって、それを見てこう頑張ろうとかですね、逆にその患者さんのこの人生がこう背景にいっぱい入っているので、医療スタッフの方とか、一緒に入院している方も結構知るきっかけになるので、そういったこうなんていう、その患者さんの人生をちょっと本当描くというか、そこが本当に患者さんもすごい喜ばれますので、これが心のケアになるんではないかなと思ってですね、活動しております。はい、病院によくね行くので、コロナでちょっとこう病院が外部とのつながりがなくったりとか、特に入院してる患者さんとかも会えないとかですね、いろいろあるので。そういったところが何かこうアートやデジタルを使ってつなぐことができないのかなとか、もっと病院にデザインとかアートがこう入ることができるんじゃないのかなと、あと似顔絵セラピーもですね持ってます。あとはそういうセラピーとかいうだけじゃなくて、自分の似顔絵のアートの作品というか、似顔絵セラピーとか病院のホスピタルアートも大切なんですが、もう一つはやっぱり自分の表現というか、こっちもやっぱり出し切りたいというか、自分のですね、なのでまだ分からないですね、何なのか自分が。なんでそういういろんな方との出会いで、その自分の表現っていうのもなんかこうやってみたいなっていうのはありますね。まあ、壁画かもしれませんし、イラストレーションなのか、はい、クリエイティブトレイン楽しんでくれたかな。次回も素敵なゲストが登場するみたい。来週も楽しみにしてね。この番組はヨースターの提供でお送りしました。この番組が面白いと思った人は、ぜひ高評価とチャンネル登録を、そして公式 Twitter のフォローもよろしく。